新教授のが終わって、これから順次先生とシルプ先生が同時に講演が始まるので今から行ってきます。初めて僕も菅原先生にご同行させていただいて、中国の共生歯科学会、アメリカの学会は毎年出てるんですけど、中国初めてで、僕はちょっと人の多さと規模にすごくびっくりしたんですけども、先生はいかがでしたか？そうですね、僕は7年ぶりの中国だったんですけども、はい、この間の発展ぶりは目覚ましいものがあって、はい、とりわけ若い先生方がもうすごい数増えたように思いますし、またその情熱といいますか、パッションといいますかね、それをもう肌で感じるような学会でした。とりわけ、アライナーといいますかね、インビザライン、そのような新しい技術に対する関心あるいは興味っていうものがものすごく、会場が熱気に包まれて、床の上にまで座って、レクチャーを聞くというふうな、日本ではあまり考えられないような状況を目のあたりにして、中国の共生学会の、ポテンシャルといいますかね、将来について非常にこう、頼もしく思ったというのが一番の印象ですかね。Good morning, everyone. I'd like to begin my talk by thanking the organizers for inviting me to be a part of this wonderful scientific meeting. Okay, I also thank you all for attending. 人が、先生が、あとはこの熱意というか、それがだいぶ他と違うというか、他の国の学会と大きく違うところですかね。そこが一番ですかね。人の多さもあるんでしょうけども、また技術自体もあるいは環境、国自体の発展も目覚ましく、とりわけこの学会場というのが、非常にモダンな建物で、日本でもあまりね目にしないようなすごい建物でした。それに象徴されるように、すごいエネルギーとパワーというのが、我々にしてみれば日本の共生歯科という立場からすると、侮れないと、そんな感じですかね。また韓国とかともまた違う感じですね。台湾とかとも、そうですね、やはりそれは人の多さあるいは世代、若い人がたくさん、増えている、若い共生歯科医が、国の多分そのニーズ、共生歯科のニーズが高まってるんだと思いますよね。そもそも人口が多い分不正交互も多いという、そういう現実面があるでしょうから、また経済的にもすごい発展して矯正治療を受けるような、受けたいと、現実的にね、それが実現される、あるいはされているというような状況じゃないでしょうかね。先生のご講演が終わって、こうダーレンの先生とか、あと、いろんな大学の先生がそのサーチリーファーストを始めるにあたって、どういうふうにその先生をまたお招きしたいっていうお話がいっぱいあったのを見てたんですけど、この中国が今後そのサージリーファーストをもっともっと取り入れたりとかする可能性すごくあると思うんですけど、何がポイントになると思われますか？実際に学会でサージリーファーストのケースを見る機会が実はなかったんですけども、いくつかの大学の教授の先生方とお話ししていると、サージリーファーストに対する関心度は高いし、ある大学ではかなり積極的にもう進めていると、そういうお話でしたね。ですから、それぞれの国によって、あるいはその医療施設によって、サージリーファーストに対する概念とか
あるいは治療の進め方っていうのは異なるわけですけども、これからもう少し、中国ともコミュニケーションを取って、患者さんにとって何がね、ベストなアプローチであるか、その辺のところを、お互いの知恵と、技術を、高め合って、そしてより良いものにしていくということが必要だというふうに感じました ね。 そうですね。僕はあの菅原先生のご講演をアメリカの矯正歯科学会とか、今年はヨーロッパの矯正歯科学会とか、フランスの矯正歯科学会とか、そのアングロサクソンの方のその学会でのご講演を多く見させていただいているんですけど、やっぱりこのアジアの同じこう患者様の層というか近いんで、多分すごくこう聞かれている先生方もこう自分の目の前の患者さんに近い状態なんで、非常に関心が深かったんじゃないかなっていうふうに感じてるんですけど、いかがですか先生。実際にその私のレクチャーに対するコメント、あるいは、ディスカッションというのが、この学会でそういう機会を持つことができなかったわけですけども、そうですね、対象が、アジア、とりわけ東アジアであれば、やはりクラス3反対抗合がメインでしょうから、そういう意味では、同じ問題点を抱え、また同じ治療、似たような、ね、治療目標になっていくという意味では、より、お互いにね、深い情報交換を進めていくというのが今後の方向性ではないかというふうに思ってますけども、ただ日本において、じゃあサージェリーファーストがどれだけ進んでいるかというと、それほど大きな展開は今のところ、保険というね、健康保険という大きな壁があるので、なかなか展開は難しい状況ですけど、間違いなく患者さんの利益といいますかね、患者利益が高い、治療方法なので、ぜひとも、将来の話ですけどもね、誰でもどこでもそういう治療が受けられるような、そういう環境づくりにね、少し貢献していきたいと、改めて中国で講演をしたことによって思った次第です。そうですね、今回初めて南京に行かさせていただいて、南京いかがでしたか先生。私自身も南京というその町には日本人として少し言葉はなんですけど後ろめたい気があって、ご存知のようにね、第二次世界大戦中の南京大虐殺という、そういう歴史的事実があったわけで、日本人としてそこに南京入った時に、どういう反応ね、あるいは言動があるのか、ちょっといささかナーバスになってたところあるんですけど、意に反して、全く日本人だからどうのこうのというそのような発言はなかったし、また温かく受け入れてもらえたし、とりわけその南京大虐殺の記念館、小島先生とも訪れたわけですけど、一番救われたのは、最後の出口のところにあった一言、すなわち、歴史的な事実はしっかりと記録あるいは記憶すべきだけども、その恨みは、記憶に残すべきではないと、そういう言葉が中国人の方のメッセージとして載っていた。そうですね、あれが私は最後に救われた思いがしました。加えてやはり全てのエグゼビションに日本語の説明が示されていたというのも、やはり日本人に対する、日本人がこの南京大虐殺の記念館を訪れてほしいという中国人の思いがね、中国の方々の思いがそこに表れているのかなというふうに思いました。僕も
公演と、あと、中国の共生資格会と、南京のそういう歴史的な場所に行けて、すごく勉強になりまして、ありがとうございました。いやいや、こちらこそ、このようなビデオ撮影、そしてまあ編集、大変なエネルギーがいりますけども、まあこれも一つの記録としてね、非常に貴重なものかなというふうに思っております。帰ってありがとうございました。华东科技大学的陈林林教授，我们休息十分钟，正式开始。やっぱりこうすごく先生のその種をですね、こうどんどんこう花開かしていってるなと。で、林林先生のご講演にも菅原先生の名前がすごい出てきて、なんかやっぱりこうネットワークってすごく本当に人間関係ってのは大事だったなという。うん、まあ、はい、リンリンさんというのは、まあ、ニックネームで、まあ、実際はリュウ・リン先生というのが正式なお名前なんですけど、まあ、彼女は大連大学の、はい、まあ、医科大学の教授をされてますけども、やはり私の大学で勉強されて、はい、そしてその考え方、はい、あるいは技術を、しっかりとマスターされて、大学の方でさらに自分の創意工夫を加えながらね、はい、やっているというのを、まあ、彼女の講演から伺い知ることができて、かつての師匠としては非常にこう頼もしく思った次第です。またこのダーレンの共生科の先生たちが、菅原先生と長坂先生とサージュリーファーストのご講演ということで2020年計画されているということで、またぜひ僕も勉強させていただきたいと思ってますので、またよろしくお願いします。まあそういうオファーがあるということは大変嬉しいことで、はい、やはり我々としてはできる限りの、まあ、サポートと、まあ逆に教えることによってこちらを教わることもあるので、非常に楽しみにしています。そうですね。ありがとうございます、先生。どうもありがとうございました。